日本プロ野球が始まった1936年から現在までに盗塁王となった巨人の選手は6人のみ、その6人目として輝きを放った男、藤村大輔。今回は巨人6人目のスピードスター、藤村大輔のキャリアを振り返ります。熊本県熊本市で育った藤村は幼少期、兄の影響で水泳を始めます。兄は後にクロールで高校総体に出場していますが、当時その兄より藤村は早かったといいます。それでも九州学院で俊足の一番打者として活躍した父の影響もあり、小学4年生から野球を始めると、作文では巨人にドラフト1位で入って盗塁王とホームラン王を取りたいと書いていました。その後中学では熊本シニアに所属し、全国ベスト16を経験すると、高校は川上哲治をはじめ数多くのプロ野球選手を輩出している熊本工業に進学。高校では 100m11 秒の俊足を武器にレギュラーに定着。そして2年夏の甲子園で3回戦進出を果たし、3年春の選抜では主将としてチームをベスト4に導きました。その後迎えた2007年のドラフト会議、高い走力と守備、打撃力を兼ね備えたオールラウンダーとして注目を集めた藤村は、憧れの巨人から外れ1位で指名を受け、プロ野球人生をスタートさせます。球団から与えられた背番号は54。これは熊本工業 OB の尾形光一を超えてほしいという原辰徳の期待が込められていました。憧れの巨人でプレーすることになった藤村は、1年目は2軍で38試合に出場し、打率3割1分1厘をマーク。翌2009年も引き続き2軍で育成されることになり、64試合に出場。打率は2割7分6厘と前年より下がるも10盗塁。2010年はフレッシュオールスターに選出されるなど好調で、84試合に出場して打率2割8分2厘、盗塁は17を記録しました。そして2軍での活躍が認められ、秋季キャンプでは原辰徳から強化指定選手に指名されるなど、徐々に頭角を現していきました。迎えた2011年シーズン、この年も2軍でシーズン開幕を迎えますが、同年巨人は序盤から主力の怪我が相次いだため、藤村は5月10日に念願の1軍昇格を果たします。2006年のドラフト1位坂本勇人、2008年のドラフト1位太田大志。小粒でこの年まで1軍出場のなかった藤村は、谷間のドラフト1位と揶揄されることもありました。それでもできることをやるだけと圧倒的な練習量で1軍の切符を勝ち取ったのです。そして昇格した日に行われた横浜戦では、試合途中から不調の脇屋に代わりセカンドで出場することとなります。途中出場ではありましたが、これが待望の1軍公式戦初出場となりました。その後5月14日の広島戦では2番セカンドで初のスタメン出場を果たし、初ヒットをマークすると同時に初盗塁も記録。ここから小技と俊足を武器にスタメン起用されることが多くなっていきました。しかしチャンスでは代打を送られることがほとんど。自身の実力が足りないとは分かっていながらも、試合に出る以上ヒーローになりたい、その思いが強かった藤村は歯がゆさを感じていました。だからこそ理想と現実のギャップを埋めるべく、試合後は必ず室内練習場にこもりバットを振り続けました。そして迎えた10月11日、阪神とのクライマックスシリーズ進出をかけた一戦。試合は3対3で9回裏巨人の攻撃を迎えます。ワンアウト2塁と一打出ればサヨナラのチャンスで、阪神のマウンドには守護神藤川球児。ここでバッターは藤村。いつもなら代打を送られる場面でしたが、藤村はベンチを見ることはせず、自分を信じ打席に向かいます。そしてカウント2ボール1ストライクから迎えた4球目。ストレート打った、どうだ、左中間を破った、破った、セカンドランナー3塁となってホームイン、ジャイアンツサヨナラ、プロ入り初のサヨナラヒット。伝統の一戦で藤村が藤川から打ちました。最終的にこの年は119試合に出場し、
打率は2割2分2厘ながら28個の盗塁を決め、盗塁王に輝きました。ただこの結果に対して本人は冷静に自分の実力を測っていました。打率2割2分2厘で我慢して使ってもらっている、打撃と守備は通用していない、盗塁も他球団の有力選手が怪我をしていたからこそ獲得できたもの、もっと頑張らないと来年以降一軍にいられる可能性は低い、さらなるレベルアップを図るべく阿部慎之助主催のグアムでの自主トレに参加、そして背番号を0に変更し、2012年シーズンは自身初となる開幕一軍の座を勝ち取ります。しかし寺内貴之の台頭もあり、出場機会が徐々に少なくなっていきます。そんな中で9月以降は2番セカンドでスタメン出場することが多くなり、10月7日の横浜戦では坂本勇人が見失った打球を後方、また打席数は少ないながらも打率は2割5分2厘と前年よりも好成績を残しました。しかし自慢の盗塁に関しては前年の半分である14と振るわず、さらにプレーオフでは合計で10打数ノーヒット、日本シリーズ第4戦ではサヨナラ負けにつながるエラーを犯すなど不甲斐ないシーズンとなりました。翌2013年は春季キャンプで原辰徳から打撃指導を受けるも結果を残せず2軍スタート、その後はチーム状態によって1軍に昇格することはありましたが、結果が出せずにすぐに2軍落ちと不安定なシーズンを過ごしました。結局この年は出場試合が40試合と激減し、打率1割9分1厘、盗塁もわずか4。さらに同年オフには片岡康幸や井端弘和という実績のある内野手が FA 加入したため、2014年はさらに出場機会を失うことになりました。もう一度輝きを、その思いで練習に励んだ藤村でしたが、2015年は怪我の影響もあり一軍出場なしに終わりました。翌2016年シーズンは7月9日に2年ぶりに一軍登録され、7月10日には2番セカンドでスタメン出場を果たしましたが、わずか5試合の出場でヒットを打つことなくシーズンを終えます。そしてオフにはドラフト1位で入団した吉川尚輝がゼロを使用することとなったため、背番号を57に変更、同じポジションで左打ちの俊足、吉川とは特徴がもろにかぶっており、藤村は出場機会を増やすために外野にも挑戦しました。しかし2017年シーズンは1軍出場ゼロに終わり、球団から戦力外通告を受けます。そんな中でこの年藤村は2軍で104試合に出場し、打率2割8分4厘、ホームラン1本、打点20、盗塁10を記録していました。ただ新天地でチャレンジしたいと思うことはないのかという質問に対して、他球団もレベルが高いので他球団だったら出られるとかそんな甘いもんじゃないと思いますと断言し、藤村は巨人の10年間でプロ生活を終えることを決断しました。プロ生活は10年ですが、一軍での実働はわずか5年、それでもいきなり盗塁王になった活躍は多くのファンの脳裏に焼き付いていることでしょう。今後史上7人目の盗塁王が現れ、再び藤村大輔の名前が脚光を浴びることに期待し、この動画を終えたいと思います。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。